そうそう、昨日超嬉しい知らせがあって、この Z-TECH っていう、ドビーの会社から、今回のドビーの、件については、無償で、ドビー交換してくれるってサポートの人が Facebook で、Facebook のサポート経由でいろいろ話してたら、ぜひ交換させてくださいってことになって、今日これを、壊れたやつを送り返したら、送り返し次第、新しいのを送ってくれるそうです。いやー、サポートすごい良かった。結構柔軟にいろいろ状況を聞いてくれて、対応してくれるんで、いやー、評価上がりますね。おはようございます。ドリキンです。いや、今日久々にね、今週久々にスケジュールが落ち着いてるんで、歩いて会社に行けるかなって感じで、結構1週間ぶりぐらいかも歩いて会社行くの。行こうと思います。なんかどこの通路も工事が半端じゃないですね。ちょっと今日ドビーを輸送、修理に変装しなきゃいけないの忘れてたんで、ちょっと出社前に郵便局寄ってから出社します。今 UPS まで来てんですけど、やっぱ結構ね、シッピングがかかる。今これエンベローブを探してんですけど、やっぱりね、ちゃんとトラッキングナンバー欲しいと思うと60ドルぐらい送料かかるらしい。なんか中国の住所書いたことないから難しかったけど、とりあえずこれでなんとか送れそうです。こんな感じで今61ドル。無事ロビー送り届けましたが、結構ね、60ドルもかけて1週間ぐらいかかるらしいんで、いつ帰ってくるやらっていう感じですね。まあでも楽しみです。なんかオフィスの隣の近くのところ、窓ぶち破られてる。今日ね、結構ランチ比較的遠目まで来てるんですけど、なぜならメニューにとんかつがあったからです。おお、これか。こんなところに日本食料理屋があったの全然知らなかった。 Thank you. ということで、とんかつゲット。ちょっとどっかで開けてみたいです。マーケット沿いにこの広場みたいなのが、ここで食べていいかな。開いてる場所がないけど、ちょうどこのど真ん中が開いた。こんなところで一人で食べるという。なんかすごいな、このマーケット沿いの道のど真ん中でランチを食べるという。もうこれ結構すごくないですか。ちゃんととんかつと味噌汁とサラダまでついて、これで6ドルは結構お買い得な気がする。普通に味噌汁うまい。なんかサラダのドレッシングが甘い。味噌だれっぽい。とんかつが偉い。細切り。まあでも一応とんかつしてます。悪くはない。まあ悪くないっていうか、まあサンフランシスコで食べるんだったらありかなっていう感じではありました。もう本当毎日のように言ってるけど、なんかもう交通渋滞がひどいな。殺伐感。今日はもう普通に仕事して一日だったんですけど、すごいことがありましたよ。最近僕のやってるバックスペース FM というポッドキャストでもちょいちょい話題にしてる、ミキュラスっていうVR のアプリケーションあるんですけど、その開発者のゴロマンさんと、勢いで連絡したら、この量を見てください。今週末の、
バックスペース FM にゲストで出ていただけることになって、なんかもうほんの 1% ぐらいの話しかここではしてないとか言っていて、ゴロマンさんの VR トークめっちゃ楽しいと思うのでぜひ期待してください。あとその前日にはゆずちゃんもゲスト参加で、今週はね2連チャンバックスペース FM の特番やりますので、ライブもぜひチェックしてみてください。ということで、この番組面白ければぜひチャンネル登録、こっちかなと、いいね評価ぜひよろしくお願いします。さあ、じゃあ本日も野菜ジュースを作っていきますと、レモン、マンゴー、バナナ、パプリカ、ブロッコリー、ミント、葉っぱ、トマト、プルーン、ザクロ、ジンジャー、ニンジン、ケールかな。なんだかんだね、結構マンゴーを入れきらない時が多いんですけど、今日もちょっと全部入れきれるかっていう感じだけど、作ってみます。ちょっとね、やっぱりマンゴーは入りきらなかったんだけど、こんな感じで今日も野菜ジュースいってきます。さあ、今日の野菜ジュース。うまい。